これは何かの燻製か。オオスナムシの幼虫の丸焼きだ。マルティラの名物料理だよ。中身の風味を逃がさないよう丸ごと火にかけるんだ。中身って何よ。不思議な食感だが味はいいな。うん、うまし。え、筋じゃなくてか。ほら、どうした？冷めないうちに食べた方がいい。いただきます。そんな笑顔で行くか、お前。いい食べっぷりだ。さすがは候補者殿。いかがだったかな。たまに中身が動くこともあるが、害はない。数々の料理、名残惜しいが本題に入りましょうか。人さらいの詳しい被害を教えていただいても。若者の行方不明は少なくとも半年前から続いていたようだ。ここ数ヶ月の不明者は15人にもなる。その容疑者が灰ざめと。王都の騎士団から除名され行き場を失った落ち騎士だとか。まあ噂だが辻褄は合う。食い詰めて罪人に転落したんだろう。騎士に叙勲された者が非道を重ねるなど許されない。本人のためにも早く終わりにしてやるべきだ。確か藍染は巨大なオオスナムシの出る地帯をねぐらにしているせいで近づけないんだったか。ああ、厄介な場所に拠点を構えてくれたよ。ハイザメのねぐらはここ？マルティラから結構遠そうね。うん。外戦…今ここだね。外戦車だ。ここは…そこなら…考えてみると、灰ザメだけがずっと無事でいられるのは妙だな。いろいろ調べているんだが、皆目わからない。我々が不甲斐ないばかりに、手が出せない状態だ。共に町を救いましょう。本当にありがたい。報酬なら心配いらない。オートでも敬遠され続けた、厄介な依頼とは思うが。困った者は誰でも助ける。そのためにここまで来たんだ。いやー頼もしい。実は皆さんのためにさらにさらに精のつく食材を用意してあるのだ。町一番の珍味、オオスナムシの幼虫の内臓だ。丸焼きと違って甘菓子のような味が楽しめるぞ。オオスナムシを避けて根城に行く方法、我らも知恵を絞ろう。さあ、遠慮なく召し上がっていただきたい。さっきとは全く違う、芳醇な果実のような。これまたうまし。あんたさては旅暮らしで下手者食い慣れてるだろ。漁師のジョアンナ様とは明日面会の予定を組んでおく。今日のところは旅疲れをしっかり癒していただきたい。ただ飯食わしただけにならなきゃいいんですが。おい、行くぞ。久しぶりだな。うんうん。さて、
っと。神王が決する日にまた一日近づく。待っていたよ。
確かに。さて。
さて。待ってたよ。ああ。こちらがこの町の領主で司祭でもあられるジョアンナ様だ。彼らが灰染め討伐に挑む候補者たちです。領主のジョアンナと、わざわざ王都から納付したか、町を代表して感謝します。ジョアンナ様は賞金を税で賄うことを良しとせず、ご自分の調度品を売って用立てられた。なるほど、民のため心を砕いているわけか。なら一層最善を尽くさないとな。私などよりあなた方の方が敬意に値しましょう。王様選びで皆浮き足立っているので、人助けに力を貸してください。そう持ち上げなくていい。こっちもただで助けに来たわけじゃないしな。どうかこの悲劇を終わりにしてください。期待にはお応えします。ありがとうございます。私、王を人気争いで決めるだろう、みだりな行いと思っていました。でも意外と悪くないのかもしれませんね。どうでしょう、もしも悪人を退治された暁には、この町の人々にあなたを支持するよう訴えても構いません。願ってもないですが、よろしいのですか。司祭のお立場なら本来フォーデン芸家をそうね。でも私、王様は子供たちを大事にしてくださる方がいいわ。領主殿。では執務に戻りますので、またいずれ。くれぐれもよろしく頼むぞ。気
非常に笑っていたが、かなり辛そうだったな。あくまで作戦ではあるが、助けてやりたいな。指示するとまで言われたしな。指示ね。あ、いや、本当に約束守ってくれるかなって。初対面でそんなに信じられないっていうか。気に入らないことでもあったか。別にないけど、なんかこのお城陰気臭くて苦手っていうか、灰ザメのことをどうするの。根城は巨大な大砂虫が出る場所なんでしょ。だが町へ来てたびたび人をさらうということは、逆に考えれば危険を確実に避ける手立てがあるってことだろう。まずは町で話を聞いて回るか。といっても事件のせいでだいぶ人通りが少ない。店や酒場を回った方がいいかもしれないな。行きましょう。さて、知りたい。あのね、
イドアリー。実は